牧柱は、源氏物語54条の牧名の一つ。第31条。玉かずら10条の、第10条。玉かずらの結婚とそれにまつわる騒動を書く。牧名は、ひげくの娘が読んだ和歌、今はとて宿かれぬともなれきつる。牧の柱は我を忘れる名にちなむ。源氏物語に登場する架空の人物の通称。ひげくの長女で、母は、 四季武境遇の長女。上記の牧の名にちなむ和歌を読んだことから、この名で呼ばれる。光源氏37歳の冬から38歳の初春の話。荘司として出資を控えていた玉カズだったが、その直前に髭黒が女房の手引きで強引にちぎりをかわしてしまう。若く美しい玉カズを得て、宇頂天の髭黒を源氏は、 内心の衝撃を四角して定徴に婿として、もてなしたが、武骨で雅さに欠ける髭黒と心ならずも、結婚することになった等の玉かずらは、すっかりしおれきり、恥ずかしさに源氏とも顔を合わせられない。一方でジップの内大臣は、姉妹の国旗伝女房と、冷静帝の蝶を争うよりは良いとこの演談を、歓迎、源氏の計らいに感謝した。 ヒゲクロはその後玉カズラを迎えるために、屋敷の改築に取りかかるが、その様子に今はすっかり見捨てられた北の方は絶望し、父親の式部境遇も実家に戻らせようと考える。ヒゲクロもさすがにそれは、世間体も悪いと引き止めたものの、いざ玉カズラのところへ出発しようとした矢先、突然狂乱した北の方に、航路の灰を浴びせられる。 この事件で完全に北の方に愛想を尽かしたヒゲクロは、玉かずらの下に入り浸り、とうとう豪に癒した、四季武教群は、ヒゲクロの留守の間に、北の方と子供たちを迎えにやる。一人ヒゲクロの可愛がっていた娘だけは、父の帰りを待つと言い張ったが、別れの歌を、屋敷の柱に残して、泣く泣く連れられて行った。後でそれを知ったヒゲクロも涙し、 三宅を訪れて対面を願ったが、返されたのは息子たちだけだった。明けて新年、相変わらず、塞ぎ込んでいる玉カに髭ゲクロもようやく出資を許す。気になり、玉カズラは華々しく散大する。早速訪れた、冷静御門は、噂以上の玉カの美しさに魅了されて、熱心に思いを訴え、それに慌てた髭ゲクロは、体質をせき立ててそのまま玉カを自定へ。 連れ帰ってしまった。まんまと、玉カズラを奪われた源児は、悔しさをかみしめ、なおも未練がましく幾度か文を送ったが、それもヒゲクロに隔てられて思うに任せない。やがて玉カズラは男子を出産し、その後は出資することもなくヒゲクロの性質として、家庭に落ち着いた。ヒゲクロと最初の北の方の間の長女。父ヒゲクロは、薪柱を特に愛しており。 牧柱も父を慕っていたが、北の方と共に引き取った祖父が手放そうとしなかったため、その後も狂気の母と暮らす。父の元に帰った弟二人は、ママ母玉和ズとの仲も良好で、牧柱は帰って弟たちを羨んだ。その後、若な下で祖父式部境遇が柏木との縁組を密かに、志したこともあったが、結局ホタル兵部境遇の後妻となる。 しかし、宮との間に、数目を設けながらも、夫婦仲はしっくりいかなかった。ホタル兵部境遇の死後は、勾配大納言がはじめ、人目をはばかって通い、一時は世間から非難されたりもしたが、やがて正式に結婚式との方となった。大納言もまた娘二人を連れての再婚であったが、夫婦仲は良好で互いの娘たちも、一家睦まじく、 その後ダイナゴンとの間に一難を設けて比較的幸福に過ごしたらしい。不幸な、追い立ちながらも明るく今風の人柄であるとされ、ダイナゴンの長女が東宮に受大した時も付き添って、よく世話をするなど、賢く生きる女性に成長した。ありがとうございます。